はい、宮古の城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はスキンケアに最も重要な美容方法についてお伝えしたいと思います。で、綺麗になりたいとか若返りたいと思っている方は多いんですが、それは肌に張りが出てきめ細かく綺麗に見えることで可能なんですね。で、そのために多くの女性はですね、スキンケアのために様々なスキンケア商品を使っていると思いますが、実はそれよりも効果が高く重要なスキンケア方法があるんです。そこで今回はスキンケアよりも重要な綺麗を作る方法をお伝えしますので、女性でも男性でも綺麗な肌を作りたい方、若返りたい方はぜひ最後まで動画をご覧になってください。このチャンネルでは健康、美容、ダイエットに必要な食事や生活習慣の情報を聞き流しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで今回は綺麗を作る方法になります。で、あなたはスキンケアって頑張ってる方でしょうか？まあ、結構ね、その高価なスキンケア商品を使っていたりとか、その例えばその、例えばね、ドモフロリンクルとか SK-II とか資生堂とかね、まあ、いろんなそのブランドが出しているスキンケア商品ってあるじゃないですか。まあ、結構そういったもので結構高いんですが、まあ、そういったその高いものを使ってね、頑張ってスキンケアをしている方もいらっしゃるんです。結構多いんですね。で、まあ、女性はね、何かしらスキンケアって行ってると思うんですね。まあ、なかなか完全してねって方はいらっしゃらないんですよね。まあ、例えばその化粧液だけとかね、乳液だけとか、あるいはその美容液でね、オールインワンのものを使っていたりとか、まあ何かしらしてると思います。で、今回はですね、そのスキンケア、これらのスキンケアよりも大事な方法になりますが、まあスキンケアもね、一応大事な方法ではあるんです。で、綺麗な肌を作るためには肌の外からと中からのケアが重要で、一般的なスキンケアというのは肌の外からのスキンケアなんですね。まあ、例えばその美容液を塗ったりとか、乳液塗ったりとか、その化粧水塗ったりというのは、肌に塗っていくものですので、肌の外からのスキンケアになります。で、先にですね、今回はその肌の中からのスキンケアも重要なので、それをお伝えしたいんですが、先にですね、その肌の外からのスキンケアもちょっと注意点がいくつかありますので、その肌の外からのスキンケアについてお伝えしていきたいと思います。先にですね。で、後でその肌の中からのスキンケアについてお伝えしていきたいと思います。で、肌の外からのスキンケアで重要となるのは、洗浄と保湿と予防の3つになります。で、まず洗浄ですが、洗浄というのはね、その、まあ、普通の洗顔料を使っていただくのと、あとはぬるま湯で洗っていただくことが重要になりますね。保湿ですが、乾燥肌の方はね、まずはそのココナッツオイルとか結構オイル系でですね、その水分が蒸発するのを防ぐ、その保湿できるものが結構効果がいいのでおすすめなんですが、まあ、逆にですね、結構オイリーでそのニキビができやすいという方は、そのココナッツオイルとか使ってしまうとニキビの原因になってしまいますので、そういった方はですね、オイルフリーのものを選ぶといいんですが、最も安くて安全性が高くてですね、非常に高くて、そして効果がすごいものは保湿剤ではワセリンなんですね。で、ワセリンというのは皮膚科でも結構よく処方されるものなんですけども、それくらいその保湿効果が抜群に高くてですね、そして低刺激でもうどんな方でも使えて、そして肌にとても優しいですので、敏感肌の人とかお子さんでも安心して使うことができるので、おすすめの保湿剤になります。もう他のどんなその保湿剤よりも結構強力な効果がありますし、まあ、安全ですので、もうやっぱりいろんな方に試していただきたい保湿剤になりますね。まあ、ちょっとワセリンはね、あのベタつきとかがあるので、ちょっとそれが気に食わないって方もいらっしゃると思うんですが、もしその寝る前にね、そのお風呂入って、そのお風呂上がった後につけてね、あとは寝るだけとかいう時だったら、そのワセリンでもいいと思うんです。あのそれから化粧とかしないですからね。ですから、そのお風呂上がりにつけるんであれば、まずはワセリンが第一選択かなと思います。そして洗浄保湿予防の予防ですが、これは日焼け止めになります。で、肌の老化はですね、加齢による自然老化と、そして紫外線を長年浴び続けることによる光老化の2つがあるんですね。で、その光老化の原因となるのが紫外線になります。で、紫外線にはですね、UVA と UVB と UVC という3種類があるんですが、このうち肌にダメージを与えてしまうのは UVA と UVB の2つなんです。で、この2つの紫外線が肌に当たるとですね、肌にダメージを与えてしまって、シワとかシミとか皮膚がんなどの原因になってしまうんですね。ですので、紫外線は肌に悪いというふうに言われているんです。で、そこで予防として大事なのは日焼け止めです。で、日焼け止めもですね、選び方があって、日焼け止めを塗ることでですね、その紫外線が肌に侵入するのを防いでくれますので、肌を守ることができるんですね。ただ、この日焼け止めもですね、選び方があって、日焼け止めってね、その PA2 プラスとか、まあ、PA で、PA プラスプラスで書かれた PA2 プラスとか PA3 プラスのものとか、あるいは SPF30 とか50とかいう、その SPF という表示がありますよね。で、この
この PA というのは UVA を防ぐ効果で、そして SPF は UVB を防ぐ効果になる、まあ、その値を示すものなんですね。ですので日焼け効果を、日焼け止めを選ぶ際には PA はですね、まあ、PA も SPF もちゃんと効果のあるものを選ばないといけないんですけども、 PA は2プラス以上のプラスプラス、まあ、プラスが2つ並んだ以上のものを選ぶ必要があって、そして SPF ですね、その30以上のものがおすすめになります。ただこれらの効果は高ければ高いほどいいというわけではなくて、まあ、あんまり高いとね、肌のその被害というのもちょっと大きくなってきますので、まあ、やっぱりバランスが大事なんですよね。で、SPF ですね、30あれば効果は600分、つまり10時間続くというふうに言われていますので、まあ、日中にですね、日焼けを防ぐ効果としてはもうそれで SPF30 で十分なんですね。SPF めちゃくちゃ大きいものを選ぶ方もいらっしゃいますけど、そうすると今度は皮膚にですね、あのダメージがいってしまいますので、まあ、逆効果になる可能性があるんですね。まあ、だから SPF は30程度で十分です。そして日焼け止めはですね、汗などで結構流れやすいですので、防水のものの方がいいですね。ウォータープルーフというふうに書かれたものがその防水のものになります。ただし日焼け止めですね、一度塗ってそれだけで1日大丈夫というわけではなくて、日焼け止めはですね、どうしてもその落ちてきてしまうんですよ。まあ、例えばさっき言ったように汗などでね、それが流れてしまったりとか、もうウォータープルーフのものでもその流れてしまう可能性はあるし、まあ、それだけなくてあの服の摩擦とかね、いろんなものとかでその擦れてしまって、その日焼け止めで結構落ちてしまうんですね。ですからこまめにムラなく塗り直す、何回も何回も塗るっていうことが大事になります。まあ、大体 2,3 時間おきにはね、日焼け止めって塗り直した方がいいというふうに言われていますね。で、これがその洗浄と保湿と予防の3つが外からのスキンケアの重要な点になりますが、まあ、ただ一応私がこの話で中でそのお伝えしたそのおすすめしているワセリンとですね、そして日焼け止めは下の説明欄に載せておきますので、もしその選び方でね、保湿剤とか日焼け止めの選び方で迷っている方は下の説明欄からその私のおすすめしているワセリンと日焼け止めをご覧になってみてください。で、日焼け止めはですね、結構選び方が難しいんですが、ポーラのホワイティシモという商品は非常に低刺激でですね、なおかつ紫外線吸収剤というのが入っていない紫外線吸収剤フリーのものですので、そのお子さんでも使えますし、まあ、2歳以上であればね、その使ってもいいぐらい安全な商品なんですね。で、PA は3プラスで、そして SPF30 ですので、UVA をしっかりブロックしつつ、そして UVB もちゃんとブロックしてね、そして普段使いに最適なものになります。で、これはですね、紫外線吸収剤フリーですので、お湯だけで落とせるのも結構特徴的なんですよね。ですから男性でもですね、お湯だけ落とせますので、とてもおすすめのものになります。で、使用感も良くてですね、しかも結構サイズが大きいですので、コスパもいいので、まあ、とてもおすすめの商品です。ですので、まあ、その気になる方はね、下の説明欄からご覧になってください。ということで、スキンケアの方法を簡単にご紹介したところで、ここからが本題になります。で、今までがですね、肌の外から肌を守る方法で、今からは肌の中から肌を守る方法ですので、ぜひ最後まで動画をご覧になってください。で、体の中から肌を守るということがどういうことかというと、その役割をするのはビタミンなんですね。で、特に美容ビタミンが老化や紫外線から肌を守ってくれますので、とても重要な栄養素になります。で、美容に気を使っている女性はとても多いんですが、まあ、競うようにね、より高級な高価なスキンケア商品を買い求めているんですが、実はそれよりも重要なのはこの美容ビタミン、ビタミンの取り方なんですね。で、ビタミンの中でも美容ビタミンと呼ばれるものがあって、それがまずビタミン A と呼ばれる3種類なんです。で、ビタミン A というのはビタミン A とビタミン C とビタミン E を合わせた呼び方で、これらのビタミンが共同で働くため、まとめてビタミン A というふうに呼ばれているんですね。で、これらのビタミンは免疫力を高めるビタミンとしても有名なビタミンなんですが、これは美容を作るためにとても重要な栄養素になります。で、ビタミン A はですね、紫外線による肌の損傷から守ってくれる作用があるため、食べる日焼け止めとも言われています。で、それぞれのそのビタミンの働きを解説したいんですが、まずビタミン A はですね、皮膚とか粘膜を健康に保つために必要な栄養素になります。で、肌の基礎を作りますので、で、肌の基礎を作るために必要不可欠なビタミンで、肌の生まれ変わり、これはターンオーバーという働きなんですが、このターンオーバーを促進しますので、新しい肌を作り出す効果があって、肌のかさつきとかシワに悩んでいる方はちゃんと取りたい栄養素なんですね。で、またビタミン A には紫外線から肌を守ってくる役割がありますので、まあ、これがその食べる、日焼け止めというふうに言われるゆえんなんですね。
で、ビタミン A を含む多く含む食材はうなぎのかば焼きとか人参とか鶏レバーとかモロヘイヤ、春菊、小松菜、ニラとかほうれん草、カリフラワー、レンコンなどです。で、そしてビタミン C はシミとかそばかすの原因となるメラニン色素の生成を抑えて肌の弾力を生むコラーゲンの生成に深く関わりますので、張りやツヤを保ち美肌を作ってくれます。で、ビタミン C はですね、潤った肌を維持するため肌が乾燥しがちな方にもおすすめのビタミンになります。で、また活性酸素といって肌を傷つけてしまう、物質を分解しますので紫外線のダメージから皮膚を守る効果があって色素の沈着を改善してくれるんですね。で、ただしビタミン C はですね、一度にたくさん取ったとしても吸収されずに排出されてしまいますので、こまめに取ることがポイントとなります。おすすめなのは朝昼晩でね、ビタミン C をちゃんと取ることがおすすめですね。で、ビタミン C を多く含む食材はジャガイモとかレモン、果物の柿、そしてネーブルオレンジ、ブロッコリー、赤ピーマン、いちごや夏みかん、小松菜、ほうれん草、モロヘイヤ、カリフラワーなどです。で、次はビタミン E です。ビタミン E はですね、抗酸化作用に優れていて、体の酸化を止めて老化、つまり老いを防ぐビタミンで、女性ビタミンというか若返りビタミンだと呼ばれています。で、これはですね、女性の大敵である老いとですね、関係の深い活性酸素を撃退するビタミンなんですね。で、ビタミン E というのは強い抗酸化作用がありますので、この活性酸素をやっつける作用がありますので、紫外線によって肌の細胞膜がね、酸化してしまってシワとかシミをなどの、肌の老化を防いでくれる効果があるんです。で、またビタミン E は肌の細胞を作り出す材料の一つになっていますので、ビタミン E をしっかりと摂ることで肌のターンオーバーをちゃんと行われてですね、そして肌のバリア機能を高めてくれるんですね。で、ビタミン E はビタミン C と一緒に摂ることでより高い効果を発揮できるという特徴もあります。で、ビタミン E を多く含む食材はアーモンドやモロヘイヤ、うなぎのかば焼き、かぼちゃ、赤ピーマン、ほうれん草、アボカド、イカ、ブリ、紅花油などがあります。で、そしてビタミン S がこれまで その説明なんですけども、ビタミン S 以外にも肌に関わる重要なビタミンがありますが、それはビタミン B2 なんですね。で、ビタミン B2 はですね、肌や粘膜の健康維持に深く関わっています。ですので肌をきれいにするために欠かせないビタミンなんですが、ビタミン B2 が不足すると肌荒れが現れたりとか口内炎とか目の充血とかね。ですので逆にですね、皮膚のトラブルが、肌のトラブルが多い方にそのビタミン B 群をこまめに摂取してもらうようにすると症状が改善することも症状が改善することも多いんですね。で、また抗酸化作用を助ける働きもありますので、老化を防ぐためにもとても大事なビタミンになります。ですからビタミン E を、ね、助ける働きもあるということなんですね。で、ビタミン B2 を多く含む食材は牛または豚レバー、そしてサバ、モロヘイヤ、カレー、納豆、シシャモなどです。で、次はパントテン酸、これはビタミン B5 になります。で、パントテン酸はですね、髪とか肌を美しく保って栄養素の代謝を促す女性に大切なビタミンになります。で、パントテン酸が不足すると肌荒れが現れたりとかイライラとか疲れやすくなるという特徴があります。で、パントテン酸を多く含む食材は大豆とか納豆とかさつまいも、牛とか豚のレバー、そしてピーナッツ、白米などです。ということで、そのビタミンの中にはですね、結構紫外線を防いで日焼け止めのような働きをしたりとか、肌をきれいに保つために必要だったり、肌の生まれ変わり、ターンオーバーを促進するため、若い肌を維持するために必要だったりとか、そもそもね、肌を作る材料になっているため、もう欠かしてしまうとですね、肌荒れの原因になってしまったり、活性酸素を分解して老化を防いでくれたりする働きがあるなど、美容のために、ね、とても重要な働きをする栄養素が多いんですね。ですから、いくらその肌の外からね、スキンケア商品をね、高いものを買ったとして、特にその効果がいいけど、その高いことで有名なドムホリンクルとか、そういったそのスキンケア商品で頑張ったとしても、体の中から綺麗な肌を作る、守るビタミンを取れていないと、綺麗な肌は作れないし、維持できないんですね。なので、もちろんスキンケアはする必要がありますが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に気をつけて、ビタミンを取る必要があるんです。で、ここまで美容のために必要なビタミンとそのビタミンが多く含まれている食材をお伝えしましたが、じゃあ言われた食材は今日からたくさん摂るようにしようって思うじゃないですか。でもそれだけじゃ不十分なんですね。で、これがなぜかというと、ビタミンは他のビタミンとかあるいは他のミネラルとですね、共同して働きを
助け合うという特徴がありますので、これらのビタミンだけを取ったとしても、ビタミン A とビタミン B2 とかそのパントテン酸ですね、これらを取ったとしても他のビタミンとかミネラルが不足しているとですね、十分に働くことができないんですよ。ですので全てのビタミンをバランスよく取る必要があります。あとミネラルですね。ですから今日からキレイを作るためにビタミンとかミネラルをバランスよく取ることができる食事に変えられるように努力を始めてもらいたいんです。だから結局はですね、ビタミンとかミネラルとかそこの他の栄養素とかがね、その十分に含まれたバランスのいい食事を取りましょうってことになるんですね。だから例えばね、その肌をきれいにしたいからとか、その若くなりたいから、例えばそのとても高価な、ね、そのスキンケア商品とかを買って一生懸命その肌のお手入れとかをしたとしても、例えばそのご飯がですね、いつも油物が多かったりとか、ビタミンとかミネラルとか少なかったりとか、もうコンビニ商品とかね、コンビニ食品とかばかり済ましていたりとか、あるいは炭水化物が多いものばっかり取っていたりとかね、栄養素の足りないものを取っていたとすると、なかなかその肌の改善というのは得られないんですよね。だからその綺麗な肌のベースとして、基盤として、土台としてですね、最も大事なのは食事なんですよ。だからとりあえずバランスのいい食事からスキンケアというのを始めてもらう必要があるんです、っていう、まあ結論がですね、私の狙いなんですよね。その綺麗から入っていただいて、最終的に健康になってもらうっていうのが、私のまあ狙いです。なのでまあできるだけ今日からですね、バランスのいい食事をとってもらいたいと思います。まあ、ただですね、毎日の料理で全てのビタミンをバランスよくとるっていうのは結構難しい方もいらっしゃると思います。で、例えばですね、仕事が忙しくて毎日の献立をね、栄養面を考えながら作る時間がなかなかないという方とか、一人暮らしの男性の方はそもそもお料理をしない方もいらっしゃいますし、あるいはその今から料理を覚えてね、そのバランスのいい食事をメニューをその作って、考えていきたいという方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、なかなかその栄養面まではね、頭がまだ回らないという方などは、バランスのいい献立がメニューが定番化できるまではね、サプリメントを飲んでいただいてもいいと思います。でその場合にはですね、例えばビタミン C だけとか、ビタミン A だけとか、ビタミン B2 だけとかいった、まあ、そういったその固定のその特定のですね、ビタミンだけを取ろうというふうにしてしまうと、なかなかバランスを崩してしまいますし、まあ、例えばその今回ご紹介したビタミン A と、そしてビタミン B2 と、そしてパントテン酸のね、そのサプリメントを1個ずつ買っていくと結構高くなっちゃうんですよ。で、高くなっちゃうにもかかわらず、他のビタミンとかミネラルが取れないですので、結局バランスを崩しちゃって意味がないってことになっちゃうんですね。ですので、よりいい方法、ベストな方法は、マルチミネラルビタミンといって、ビタミンとミネラルが全てバランスよく含まれているものを取ってもらうことが最も安全で効果的な方法になります。で、ただですね、サプリメントというのは非常に多くの種類がありますが、低品質のものが多くてですね、特に市販されているものはかなり怪しい、効果がないばかりか、あるいはデメリットが、ね、目立つような、取らない方がいいものも多いんですね。で、例えばですね、農薬が使われているとか、添加物の使われているものも非常に多いです。で、その他にもね、もう取ってほしくないような物質が入っていることも結構多いですので、まあ、サプリメントを選べてかなり重要になるんですね。で、私もですね、いろんなサプリメントを調べましたが、今一番安心してご紹介できるマルチミネラルビタミンはですね、ニューサイエンス社という会社のですね、このマルチミネラルビタミンになります。映るかな、うん、これがマルチミネラルビタミンですね。これはですね、オーガニックの商品で化学的な農薬とか肥料を使用していないんですね。で、無農薬で有機野菜が中心の原材料で、ものすごくこだわって作られているマルチミネラルビタミンなんです。で、そのこだわりからですね、自信が見て取れるのが、原材料の生産地まで分かるようにホームページで公開しているんですね。で、サプリメントでね、その生産地まで公開しているものはもう他に見たことがないんですよ。他にないんですよね。だからそれだけ隠すことがない、本当に努力している会社なんですね。で、私はこのマルチミネラルビタミンを見つけてからは、まあ、他にですね、このサプリメントを超えるものがないですので、もうこれ以外は飲んでいないですし、もうこれ以外はお勧めしていないんですね。で、それくらい信頼できるサプリですので、もし美容のためにね、紫外線から肌を守るためにビタミンとかミネラルを取りたいと思うのであれば、まあ、この商品もぜひお試しになってください。で、もしこの商品にご興味のある方とか、本当に生産地まで、ね、載せているのかなって見てみたい方は、この商品の正規販売店のアドレスを下の説明欄に載せておきますので、説明欄からご覧になってください。ということで、今回はスキンケアよりも重要な美容ビタミンの効果と取り方についてお伝えしました。で、何度もお伝えしているように、ビタミンとかミネラルが不足しているのであれば、いくらスキンケアをしていても不十分で、本質的なスキンケアにならないんですよね。で、肌の外からと、ね、中からのケアが行えれば、本当に綺麗で若々しいお肌を作ることができますし、そしてついでに健康になりますので、とても得なんですね。まあ、なのでぜひ実践してみてください。で、今回の動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、
グッドボタン、高評価のボタンとですね、そしてチャンネル登録をお願いします。そして今回ご紹介した方法をはじめとして、私はこのチャンネルでご紹介する方法は、あなたを健康にして体のお悩みを解決できるだけでなくて、あなたの大切な方を助けることになる大事な情報ですので、見ただけで終わらずに必ず実践してですね、そしてあなたの大切な方にも教えて、一緒に健康になるように努力しましょう。もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するために、どのように実践したいとか、実践した感想など、ぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アットでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。